飛ばしてくる渡辺龍之介、まだこのシュートにいけない。ただもうショットロック3秒からケビン・ジョーンズ決めてきました。苦しい状況からよく入りました。背番号9番がベンドラメ、ツヤです。ツヤが前に送る、フローターのシュート、おー、よく来ましたね。ケビン・ジョーンズタイミングをずらしてね、はい、争いですよ。ケビン・ジョーンズ、ケビン・ジョーンズ、スミス、争いがすごいですよ、この争いから。なんとかケビン・ジョーンズ抜けました。決めてきました。タイミング1戦目で、はい、ここもポストアップですよね。はい、のマッチアップから決めていきます。左サイドマカドゥです。マカドゥと今度ケビン・エドワーズ、あー、そしてスミスとケビン・ジョーンズがポジション取りからもう大変です。はい、このスミスに対して振り返って決めてきた。このターランドーラ決めてきました。ベンドラメ、ベンドラメからケビン・ジョーンズ、ミクロがつく。そしてもう一回ベンドラメ、何かスタイル見つかるか。スリーポイント、今日はこのケビン・ジョーンズのスリーポイント。ただマカドゥ、マイアン・ケリーがポイントなしという中で、このケビン・ジョーンズの12ポイントは光ってますね。昨日よりも10点ぐらい少ないところで2分53秒、はい、まあ面白い展開ですよね、これ。どっちがこれを我慢できるかですよね、はい、あ、これで同点。で、ツヤ、ツヤと西村、アタックするか、フェイドウェイ、こぼれたところ、あ、マカドゥは決めきれないが、今日はケビン・ジョーンズがいます。ケビン・ジョーンズ、ここはクルーフルのディフェンス、ね、ケビン・ジョーンズ3ポイント、またくる、ケビン・ジョーンズ。そうですね、ディフェンスのコミュニケーションか、ローテーションミスによった一瞬ですけどね、はい、ケビン・ジョーンズ入っています。このケビン・ジョーンズがまた得点を稼いでくるのか、それと止めるか、どう止めるかですよね、はい、ケビン・ジョーンズ3ポイント、ファイティーター、これを止める。今日は止まりません、このケビン・ジョーンズ。当選マークは厳しくなります。そして送ってくる、ね、はい、中も使えるんで、ケビン・ジョーンズがクローター、これも決めてくる。そしてまたケビン・ジョーンズがやってるか、この取り合い、スミスとのやり合いから、ダブルチーム行くしかないかもしれない。一回止めるにはね、ただシュートに持っていく、これも出る、止まらないでしょ。この精度の高さ恐るべし。このプレーです。もう一人に入ってしまってるんでね、3号台一番最初のスリーポイント、これですね、はい、これが効いてますね、マカドゥ、マカドゥが引き入れられるか、そしてマカドゥのダブルチーム、逆サイド、逆サイド相手いた、ツヤ、ツヤがアタック、そして中バンタック、ケビン・ジョーンズ精度の高さ 50% を超えています。今日の千葉ジェッツです。これ初めての死闘で決めてみせました、ケビン・エドワーズ。あっと、ここ止まらないですよ。これもファールです。3つ目、これです。狙ってるんでしょうね、入るんですね、はい、スミス、もうこの預けるしかない、どうか、これも決めてきた。これでキャリアハイに並びました。さらにはこのケビン・ジョーンズです。いやー、しっかりついています。ついてるんですよね、はい、そう、牧島さん言うのが当たってます。ついてるんですよ。さらにはこのケビン・ジョーンズです。いやー、しっかりついています。バカでバカで、あっとケビン・ジョーンズ動いている。ケビン・ジョーンズも体を張っている。そしてこれも打ってくる、決めた。キャリアハイ更新、34ポイント。やっぱり1対1やってますから、はい、決めてきます。いや、すごい、はい、これゲームですよね。そう、いや、すごいです、はい、それも2メーターもう打つしかない。ダーッとブロック、手が乗っていた。そしてマカドゥ、これケビン・ジョーンズ、この高さのミスマッチが決めた。追いつきました、渋谷。ケビン・ジョーンズ今日2本落としてますからね、はい、この集中力することができるか、ケビン・ジョーンズ決めてきました。決めれば同点までいきます。まず1本目決めてきました。決まるのか、それともリバウンドか、どんな決着を見るのか。追いつくか、渋谷決めてきた。並んだ、83対83。4選手がどんな動きをするか、ジッパーからケビン・ジョーンズ、ケビン・ジョーンズ預ける、このまま行くのか。そして小島もう一回、振り向いてシュート、これも来るのか、決まりました。ここでツーポゼッション、どうする、またダブルチーム、これも決める。そしてバスケットカウント、疲れ
を感じさせません。3人ぐらいいったんですけど、はい、疲れを感じさせません。3人ぐらいいったんですけど、はい、これ3人ですね。そうですね、スミス選手の食らいついていくんでしょうか。捉えます。これは離れないですね。これは、そうですね、ケビン・ジョーンズですね。ケビン・ジョーンズです。その後ベンドラメ、ベンドラメ、ベンドラメ、ケビン・ジョーンズ、ボーン捉えた。ケビン・ジョーンズ50ポイントですか。50ポイント到達。いやー、まあここはベンドラメです。50ポイントです。どこまで伸ばしていくんでしょうか。サンドカーツーはもうケビン・ジョーンズが今日は50ポイント、すごいですね。スリーポイントは8分の5で、はい、62.5 で、いやフィールドゴールパーセント 75% ですから、はい、70% 超えです。